珍しくプレゼンター側にあ入って、ちょっとお話を、先ほどえと映画の方に出てきたあの系統連携に絞って、ですねまあフィットは他にもいくつか、フィットとか電力の,あの非化石なんちゃら市場とか、ベースロード電源市場とかいろいろあるんですが、基本的には先ほどの映画に出てきた、系統連携のまあ3つの課題、接続可能量と、これを僕、 接続可能量とそれから空き容量ゼロ、過大、えー、な連携負担金と、まあ、この3つを、えー、もう少しその映画よりもですね詳しく解説をしたいのとそそれからそのベースロードから柔軟性、フレキシビリティという考えに、まあ、変えないと、まあ、なかなかいつまでたっても先に出ないなという、まあ、その2点をできるだけ手短に話したいと思います。であの とりあえず今日本は最初のフィットのスタートダッシュとと,とりわけ初年度40円36円の時きに合計およそ8000万キロワットの設備認定が通った部分が次々に消化されていっている関係で3000数百万キロワットぐらいですねちょっと目が見えないんですが。あのまあ 日本はドイツを抜いて、まあ、累積では、えー、世界2位に多分なったんじゃないですかとちょっとアメリカの数字とかなり今近づいてますがアメリカもかなり増えたので,で、えー、単年度、新規導入量でも、えー、中国、まあ、去年の中国は凄まじく増えましたがで2番目がアメリカ3番目日本と、まあ、かなり増えてきたけれども、まあえー、ここからまあなだらかにです、ね、あと23年ぐらいかけてその えー、いわゆる設備認定の在庫を解消したあとは、かなり、まあ、これはあの、えー、太陽光発電協会の見通しでもです、ね、年間の市場がまあ100万ぐらいまで小さくなっていくというような見通しもあります。風風力一方風力の方のは、えー まあフィットのおかげで、いろいろと計画とは進んで、全体として7000万キロワット以上の新規プロジェクトが手続き中ですが、実際の稼働そのものはまあ相変わらずスローペースで、ようやく300万キロワットを超えたところというような感じがと思いますでまあ今日はいろいろ課題はあるんですが、先ほどのえっと映画に出てきた、まず接続可能量ですが、 あの先ほどの映画に出てきた画像からちょっと切り取ってますが接続可能量と各地の空き容量ゼロ連携負担金というこの3大の課題が先ほどちょうど金子先生がおっしゃったとおりですねあのこの国会、エネ庁でも何度も議論したその託送料金に載せてはならないお金をまあ原発あの福島の 廃炉費用とかですねそれをたくそ料金に乗っけるという過剰優遇をしているのが原発に対してまあ本来もっとあの送電線側で負担しなきゃいけないものがまあほとんど発電事業者とか再エネ事業者の方に支わ寄せされているというこの真逆のですね非常に非対称な構造というものをちゃんとまあ全体として抑えておかなきゃいけないだろうとですね でえー、まず最初の第一の接続可能量ですが、これ、経産省の資料でこういろいろとごちゃごちゃ書いてありますが、えー、これはさっと飛ばして、まあ、ここにはまあ問題が山のようにあって、まあ、とりあえず5つ挙げてあります、まあ、1つはまず構造的な問題で、えー、再エネが最優先給電になってないと、まあ、これはあの後で出てくる、いわゆるベースロードがまだ前提になっているということの問題。 それからまあ電力市場を活用するということが市場になっていない、まあ、そもそも電力市場がまともにないからまあしょうがないんですが、えー、それから会社関連携線がまあほとんど使われていないと、でこれはあの後で出てきますが、まあ、ヨーロッパでは国がつながっているので、ちょうど電力輸出入ですが、日本は電力会社を一つの国というふうに見なせばです、ね、まあ、あの電力会社関連携線というのは、海外のヨーロッパにおける電力輸出入に相当するので、かなり。 役割を果たせるわけですがそこが、まあ、あの10分の1ぐらいしかまあ活用されてないというか、まあ,あの後で見ますが逆に活用しているところもある。で、えーまあ、繰り返しになりますが2番目がその原発イコールベースロードということで、えー、ここをまあ揺るがさないような、まあこうま、全く20世紀的な古い発想が固着されている でまあ、そこからすればちょっとサブ的な話なんですが動いてないあるいは大間のような動く予定すら考えられないような原発すら、えー、そのベースロードとして中に入っているで3つ目、陽水発電は結構活用されているんですけれどもこれは電力会社が喜んで活用できるようなルールにしないといけないんじゃないかというのはこれはあの。 えと全体としての系統調整なので、ちゃんと送電料金でその負担をカバーしてあげるようなルールというのが必要なんじゃないかなというのが、4つ目の会社間連携、それは先ほどおっしゃった通りあ申し上げたとおり、会社間連携がほとんど活用されていない、これはまあヨーロッパの電力輸出に相当する、5番目、政策的課題として、これは前の松山課長のときにも何度も何度も言ったんですが、 変動型再エネはまあいざという時に出力抑制はこれはまあ避けられないとしてもまあ今前提となっているのが無制限、無保証とどれだけ止めるか分からないしいつ止めるか分からないし止めた時には絶保証しないというこれがですね非常にその世界的には全くあの真逆というか破ンチな状況で,で止,め止めるけれどもその時には保証しますよというその一文に変わるだけで。 再生可能エネルギーはプロジェクトファイナンスがいわゆる金融機関が貸せるようになるんですけども、まあ、今その、えー、この取得抑制で止められたものに対する抑制保険というのは三井住友海上が出していますがこれ、せいぜい60日までしか対応していないですね。で、じゃあそれを超えて止めたやつについてはもう全く補償できないので、まあ、金融機関の腰が引けて結局プロジェクトファイナンスができないという問題があると。でえー、果たして経産省のの方はこのプロジェクト というか経済関連があるんだろうかといつも私は思うんですが、というのがあります。それからあ、あともう一つその抑制をするときのそのときの保証は誰が払うかというと、これも全体の系統調整なので、いわゆる系統、いわゆる送電系統側で薄く広くやれば、ほとんど大した負担にはならないし、実際に再エネ取れることはほとんどないんですけども、そこの問題があるとで実際にあの去年えっと。 5月4日、日本はですね46%再エネでした、まあ、そのうちの40%ぐらいが変動型再エネで、えー、と下のところに用水を活用しているところがちょっと見えますちょっと急ぎます、ね、で九州電力が、まあ、かなり77%、5月4日に出たんですが、まあえー、と原子力は、まあ、あの仙台原発が動いていて、ここは動かさず、まあ、火力で頑張っていると、それからその用水発電でかなり頑張っていって、 せっかくあの関門連携線が500数十万キロあったあるんですけどここはほとんど活用せずに常に一定割合え下手をするとピークの時にもっと出せばいいのにですねあんまり使ってないっていうえ結局用水と火力だけで何とかしのいだという感じですそれから北海道はもっと不思議で,ですね北海道も用水でこのピークの時を頑張ってるんですがあと火力で頑張ってるんですが あの北本連携線は逆にですね電気をもらっているんですね、このピークのときは電気を追い出したいはずなのになぜ電気をもらっているんだという非常に不思議な使い方をしている、えー、それからこちらはえっと四国電力、四国電力はですね実はこのえっと連携線がかなり頑張っているんです、揚水も若干頑張っていると、だから火力と連携線で頑張っている。 なぜ四国だけ連携線頑張るのかってこれあの、えー、なぜかというと四国と和歌山の間にいわゆるあの連携線があるんですがその先に火力発電が一応形式上四国電力の持ち物だけど実質関電の発電所として動いてるんですねだからあのそこをつないでる連携線は関電の都合で動いてるのであの連携線が使いやすいと,ところが北本連携線というのは非常に政治的にややこしくて持っているのが電発 でえー、北海道と東北が両側あって実質の出力調整は東京電力と4社のプレイヤーが揃っているので結局ここは使えないで九州電力もおそらく中国電力とくっついているけど中国電力は受け取ることはできなくて中国電力実質には関,関西電力はバランサーだからあの本当はルールをちゃんと作れば追い出せるのに用水は使うよりは絶対連携するの使うとか安くつくはずなのに使わないというですね 結局その奥とは何のためにあるのかということが、まあ、これを見ていくと非常に不思議な状況で、えー、とそれから次が東北電力ですが東北電力は連携線を使い倒していますこれ使い倒しているというより東,京東北電力と東京電力と相馬幹線でほぼ一体化しているので日常的に電気を激しくやり取りしているから東北電力の出力がいくらあのぶれてもです、ね、かなり東電がすくってやっているという実態が見えますということはですね 東北電力が出している接続可能量というコンセプトは一体何なのっていうということも、まあ、あの疑問としては出てきます。で、まあ、今話題になった北本連携線、それから相馬艦線、そ中国と四国の,このえ事実上関西電力が植民地にしている石炭火力とつないでいる連携線に関門連携線。でえそれれからあのこれは ちょうど震災前の2010年震災の11年千十年、まあ本当はいろいろ見ていくと面白いんですけど特に北本連携線です北海道と、えー、東北をつなぐ連携線が2010年ほとんど使われていません、0%で2011年あの時はまは皆さん覚えておられる方はあるかもしれませんがと,あのとにかく北海道の発電所を全部動かして北から南に60万キロワットを目いっぱい電気を送った時期がありました。でえー、またそれを えと喉元すぎると2012年以降はです、ね、また全く使ってないというです、ね、あのこれがあとから出てくるです、ね、高速道路がせっかくあるのに、えーとそ,のえー、そこは救急車が走るために開けてあってです、ね、路側帯しか使ってないという現状です、ねはいえー、次に、それかもう1つあの日本の連携線は決して細くないということです。 でまあ、ドイツは確かにドイツとデンマークはいっぱいつながっているんですけども、えー、例えばイタリア、スペインなんかはですね、えー、全体の容量に対して連携線は10%イタリア20%ポルトガル23%アイルランド20%で日本も国としてはどこもつながっていないかゼロなんですが北海道は全体の12%東北とつながっていると東北は北海道ともつながっているけど相馬幹線ですから55%、まあ、東京はまあ母数がでかいからここは無視して。 で北陸とか中国、四国なんかはもう通ツー,ツー状態で九州も実は40%つながっているけどつながっている相手,が相手が中国電力だからです、ね、バランサーにならないという、まあ、あのやっぱり連ここの、えー、と輸出入として見ると日本の連携線は決して、えー、補足はないでもう1つ空き容量ゼロの多発問題ですこれはとりあえず、まあ、北東北だけ注目していますがこれ日本中で発生しています。 そのローカルに熱容量がオーバーするところについては今、電力会社がえ電力系統まあ特攻とか一時系、二時系でまあもう空き容量がゼロですよとで例えば秋田の事例ですとえ秋田の事例はですねえと去年の4月ではまだちょっと空きがあったんですがいきなり5月になって全面的に北東北は空き容量がゼロになったとでこれ何が起きてるんだと。 いうことですねで、えー、と日経新聞が今年の2月22日出した日経新聞が若干その内幕を書いてますで東北電力はいやいっぱい再エネがあの風力と太陽光がいっぱい申請が来ていっぱいになったんだというふうに説明をしてるんですが、えー、と実はあのどっかに出てますがこれだ関西電力と丸紅が作る巨大 火力発電が130万キロワットですねこれを秋田に計画された瞬間にゼロになったと。だからどんなでかい太陽光でもです、ね、風力とかでもまあ200メガワットとか要は20万キロワットとかそんなもんなんですがいきなり130万あとあの気候ネットワークの平田さんに頂い,いたのがあこの後か出てきますがあのでしかもです、ね、あの例えばあの東 通り原発の送電線とかです、ねえー、全く使われていないものについてはあのー、それもとりあえず使わないと,ということで、えー、まあ風力の事業者なんかはそのガラガラの高速道路が2車線あるのにそこを使わずにもう1車線増やすのをまた再エネ事業者の費用で増やさせようとしている非常に愚かなことをしているんだということを影では言ってます表にはです、ね、経産省とかには直接言わないんですが陰ではそういうことをしていると。 でその石炭火力がやっぱりかなりあの相当増えているということで、えー、日本中であの、まあ、山のように、まあ、10, 万10万キロワットの環境アセス逃れのものからかなり大型の先ほどのように130万とか巨大なものまで、えーまあいた,だいたデータと、えー、これまでの既存の94基4800万の半分ぐらいの規模45基ぐらいの計画が今あると。 これはもうパリ協定にも全く反しますし、えー、これから石炭をもう中国すらアメリカすらどんどん減らす時代になぜ日本がしかも再エネを封じ込めてこんなものが増えていくんだということはです、ね、やっぱりこうちゃんと減らさなきゃいけないでこの空き容量ゼロが出た直接の原因はやっぱりあの去年の4月に電池法を改正してというかフィット法の中にあった再エネの優先接続というのをスポット落として あの時もこの国会 n h をですねこれ落としちゃだめじゃないかということを議論したんですが、当時の新エネ課長の松山さん、いや、全く影響ありませんからというふうにおっしゃったのをよく覚えています。で、電磁法に変わったんですが、再エネ優先接続からオープンアクセスというカタカナに変わったんですが、これは何かというと、早い者勝ちなんですよ。要は再エネに限らず、何でもいいから新しい電源、再早い者勝ちで埋めちゃうということで、今の石炭火力のようなものがこう入っていく。 ところ実態がまだよくわからないのでやっぱりこれはですねとにかくあのこの空き容量ゼロに関してはもっとですねまあ固有名詞はともかく石炭火力のどのくらいの規模でどういう計画で今、埋めてるんだとかいうことをですねちゃんとこれ経産省の方でオクトに指導してですね情報開発しても。 まあ、オクトが電力会社に指導するかもしれませんがこれはやっぱり必要なんじゃないかとでその実態を見て政策を是正していかないといけないととりわけその中に石炭火力が相当入っている可能性があるのでここをどう抑制するかということは、まあ、パリ協定とそれから再エネ拡大にも逆行しますのでこれをちゃんとえ調べるとか政策としてきちんとやるそしてやっぱりこの再エネ優先政策ということをもう1回その早い者勝ちじゃなくてですね やっぱ再エネを優先するということが必要なんじゃないか、えー、それからまあ止まっている原発とかです、ねまあ、実態として空き,空き容量があるものについてはやっぱりきちんとガラガラの高速道路が使えるものはちゃんと使ったほうがいいんじゃないか、えー、そしてその次にある再エネ優先の系統整備で接続負担というところでまた次の、えー、と連携負担権が非常に課題だという話があって、えー、とこれは本当はじゅうたんでもっと調べたいんですがいくつかの事例でいうと例えば 東北で200メガワットの風力計画したら東北電力から300億円の連携負担金、まあ、事業費の約3割ということで、えー、しかもそれ10年かかるということでこれちょっと諦めざるを得ないかなともっとひどいのは鳥取で、えー、再エネ事業者が1.2メガの太陽光発電に対して中国電力は6億円とでこれ事業費の2倍以上というですね。 でえー、もっとひどいのは自治体市がこれも中国地方なんですが400キロワットの太陽光に対して4億円の負担金、事業費の4倍、でそれ市長がです、ね、クレームに行ったら70万円に翌日下がったというです、ね、ジョークかよという感じですけど、まあ、そういうようなあの時代が今、いろいろあるとでこれは背景にあるのは要はこの送電線に、まあ、つなぐまでは大体その事業者が持っていくんですがそこからの上位系統を 誰が負担するのかとでそれをあのいわゆるシャローというのは浅いという意味ですけどこれは送電側でほとんど見るというのはシャローとで、えーえー、とオクトの資料なんかでは一般負担というふうに書いてあります。で事業者発電事業者が負担するのが原因者負担、ディープといって、えーまあ、特定負担というふうに書いてあります。ると あのまあ送電事業者が負担をした方が全体としてはまあ公平だししかも薄く広い負担になるでえまあ多くの参加者にとって系統連携の消費が下がるとりわけ再エネにとっては非常に消費が下がりますでところがまあディープですとなかなか再エネが抑制されないまあ今経産省の方でもそれを改善するためにグループを集めて競争入札みたいなことをしていますがその競争入札といっても所詮ディープは変わらないし で競争入札に入った人は先行者利得なのか後から来る人がただのりなのか非常にその、えーまあ、不公平性のバランスも取りにくいとで、まあ、自然に進めているデンマーク、ドイツアイルランドイタリアオランダフラ,フランスなんかはほとんどいわゆるシャローですが日本は基本はディープだと。と言いつつ最近あの日本も実はえとセミシャローというかシャローに変わったんだという資料をまあオクトというかこういう経産省の専門委員会では出してきて日本も ようやく再エネ進めるために車両に上がったんだというふうに言うんですが実態にどういう運用されているかというと一般負担額つまりあの送電線側で持つ部分は、まあ、著しく多額と判断されたのは発電事業者に持たせて一般負担額は決めましょうということで、えー、太陽光は1.5万風力は2万円1キロワット当たりですねで原子力は4万バイマスは4.5万という数字が決まっているんですがこれを先ほどの事例に当てはめると 例えば風力200メガワットは300億のうち40億が送電線側を持って発電車は260億で87%引き続き発電車側太陽光の先ほどの事例でいうと6億のうち5億8200万は発電車が持って残り1800万だけ送電線側を持つ97%実に発電車が持つえもう400キロの場合はもう計算するのがばかばかしくなりましたけど要はディープと変わってないじゃないかと。 これはなんかあのレッテルに偽りありだぞとあの実質ディープなのにシャローっというあの要は公共負担の見せかけだけしてですね実態は何も変わらないやっぱこれではちょっとまずいんじゃないかなということで送電線というのはあの純公共財経済学的に言うと純粋な公共財ではないんですがでも高速道路と全く一緒だと私は思うんですね。 高速道路もたまたま民営会社が国策民営会社が、えー、持っていてでも、その持っている会社が自分のところの貨物だけ例えば日通が持っていて日通の運輸だけ優先して走らせて大和とかです、ね、佐川にはバカ高い費用を乗っけるあるいはその高速道路の増設を大和あんたが一社で払いなさいとか言って、ね、そんなことは考えられないんですが、えー、送電線だとそれがまあまあかり通っていると。 ということでやはりその公共的インフラはあの一部の課題の負担ではなくユーザーの広く薄い負担にしてでそれは再エネにとってはとりわけ重要で、まあ、巨大な再エネ事業もありますけど基本的にはやっぱり小規模分散型で資本力もなくほとんどが小さな事業なのにいきなりその1目が高が今だと2億円でできるような事業に6億の負担金を事業者に求める。 というような構図が出てくるということは非常にまあ問題ではないかというふうに思います。で、それに加えて再エネの優先接策と石炭抑制政策をしっかりまあやらなきゃいけないんじゃないかということで、えー、とちょっと長引いて、急いで最後、フレキシビリティですね。で、えーとと、東京電力のホームページにちょうどこういう先ほどの接続可能量とフレキシあのベースロードの話が出ていたので、その図がきれいだったので、ちょっと取ってきましたが、まあ、電力の余りが発生しますと。 でえー、ところが、あのーまあ、ヨーロッパの多くの国はもうベースロードというものはもうなくなってしまったその代わりに、えー、もう燃料がただでクリーンでしかも純粋、原子力の準優勝ではなく純粋な国産エネルギーである自然エネルギーを最底辺に、えー、使うのはまあ当たり前のことで,でそれに対して、えー、リアルタイムの気象予測とか石炭、原子力、まあ、原子力も 場合によっては調整に参加しますし天然ガス水力そしてオープンな電力市場国外との電力取引需要いわゆるデマンドレスポンスなんかを活用しながら最大限この自然を活用するというフレキシビリティーに考えを変えていくということでポルトガルの例であるとかデンマークの例とこれはまあ安田先生が前もここでプレゼンされた図を頂い,いてますけども。ということでまあほとんどもうベースロードというのはもう消え去っているんだと。 それを、まあ、日本に当てはめると九州電力の先ほどの図を借りるとです、ね、結局、まあ、頑張って77%を入れたけれども原子力はあの動かしてない動かしてないというかこう調整に参加せず石炭火力と、まあ、天然ガスですねであと、用水、まあ、この3つで一生懸命頑張って77%を入れたと。 で気象予測は、まあ、本当は活用した方がいいでしょうし、オープンな電力市場なんかはないし、えー、系統、えーっとえー、会社間連携もほとんど一定で活用せず、デマンドレスの巣もまだ始まってないということで、まあ、よくこの6つ道具のうちの4.5しかないのによく77%も入れたなというふうに思うんですが、まあ、これを全部きちんと使えるようにすれば100、100%を超えることも可能だということで。 でオープンな電力市場は結局その、まあ、これドイツの事例の1つですがとにかく安いものから順に軸に入っていったり出ていったりするようにすべてリアルタイムでつないでおけばです、ね、もっとこの調整力としてはかなり柔軟に使えるようになるということが、まあ、電力会社の自前の電源だけはしっかり持っておいてという形になっているということですね。でまあ、世界的にはあと、えー まあ去年、太陽光は600万キロワット増え風力は若干減りましたがまあこれは中国が需要先食いしたせいでまあそれでも5400万キロワットということで風力太陽光は引き続きまあうねりを上げてまあ伸びていますしえまあ風力は原発をぶち抜いて太陽光も今年中には原発の設備容量をぶち抜くというような勢いでまあ伸びていますし発電量も原発はどんどん落ちているのであって自然エネルギーがうねりを上げて増えているというような状況で。 で発電コストも,えもうほとんどの国これはアメリカの例ですが発電コストのレベルでもうあの電気料金を下回りえまあ日本でもえフィットの価格が産業用のまあ中規模の産業用の電気料金を今年で大体クロスするんじゃないかというぐらいにまあこれもフィットのおかげでえ価格としては下がってきているという効果も出ているということでえ最後まとめですがあのまあ大前提としてその 系統送電問題の理解というのは非常にまああの難しいということがあると思います。あの電気とか専門的な知識が必要で、設備と情報と専門家が電力会社の中に閉じているので、なかなかオープンな議論がしにくいと、でそこに法制度、政策、電力会社のこう裁量的ルールとか、さらにそこに最近、オクトなんかも加わって、専門用語も重なると、ですねなかなかこう問題解決とか、それこそ国会の議論にしていくのに非常に難しいテーマ。 あともう一つ忘れてはならない大前提として先ほどの送電線というのはやっぱり純公共材だと、まあ、高速道路に非常によく似ているのでそういうルールを前提としてまあ作るということが必要じゃないかということと、えー、再生可能エネルギーは改めてです、ねえー、純国産でクリーンで無尽蔵なエネルギーであるということで、まあ、輸入エネルギーの依存度が非常に高い日本としては最優先するということを改めて再確認が必要じゃないか まあ最近太陽光が増えすぎてえなんか噂では経産省の中でえ最初にフィットを導入した方々が先般のように扱われて太陽光は悪いものだっていう,なんかなんかこう逆転した認識があるっていう噂もなんも聞くんですけどもえで,えで太陽光とか風力はまあ,あと不安定な電源という言葉が不正確なのでそうではなくて変動型電源自然変動型電源というふうにきちんと捉えてそれは 技術、経済、市場さまざまな手段で先ほどのフレキシビリティで導入がかなり高い視野で、まで、あ、可能なんじゃないかということで最後、政策提言的にはまず、えっと、早急にすべきことができることではしては接続可能量の出力抑制についての再エネはちゃんと保障するということを定めるべきではないかというのが第一ですね。そうすることによってバンカブルになるというのは非常に重要な要素。でえー、次に空き容量ゼロ これは実態の情報公開を各電力会社にまあ求める、これはぜひ、経産省から指示を出していただきたいと思います。で、系統負担は、あの見かけ倒しの車両じゃなくて、実質的な車両に、やはりこうもう一段踏み込んでいただきたいということ、それから卸電力取引所への玉出しをもっと義務付けて、まあ、よりオープンな電力市場に転換をしていくと、まあ、これはなかなか早急にできるのか、でももうできてるものなので、本来できると。 で政策の転換法改正はフィットでエネ優先接続に改めて戻すということはやっぱり必要だろうということと環境アセスをもっと強化して温暖化対策税を上げるとかして石炭火力の抑制をしっかり図る発送電分離を法的分離ではなくやはり所有権分離と今のようなゆがんだ何とか送電線の活用をするのであればもう2020年を待たずにです、ね、法的分離じゃなく所有権分離に踏み込んでいくんじゃないか。 でまあ、発想、基本コンセプトを変えなきゃいけないのは、まずベースロードではなく、フレキシビリティっという考え方に変える、それから石炭、原発中心の発想から再エネ省エネ、分散エネルギー、まあ、そういう発想的に、まあ、コンセプトレベルで変えるということが必要じゃないかというふうに思、はいまどうもありがとうございました、改めて映画の中でも訴えたこと、そしてまた挙げた課題ということで、えー、お話をいただきました。 それではいろいろとご質問もあると思いますが、あのまず、えー、改正フィット法ということで、経済産業省資源エネルギー庁の方から来ていただいておりますので、えー、15分か20分ぐらいでご説明をお願いをしたいと思います。よろししくお願いします。 えー、ありがとうごござざいいまますす経済産業省新エネルギー課長の山崎でございますあの先ほどあの飯田所長からあの松山課長という名前が何度か出てましたが、その松山の後任になります、で実はあの去年の10月から新エネルギー課長やってますが、じゃあ、座らせていただきます、すみませんあの、1年前までは電力システム改革の担当を3年間やっておりまして、ま,あ、あのまさにこの。 旧来の電気事業者の秩序をどう,こう競争的かつ新しい事業者再エ事業者も含めてオープンにしていくのかということをライフワークにしているものでございますでこの新エネルギーについてもです、ね、あの全力で取り組んでいきたいというふうに思ってございますあのお手元に資料をお配りしてますが今の飯田所長の話に触発されてちょっと改正フィット法の前に少しだけあの参考資料というところを後ろにつけてますが21ページ目をご覧ください あの私もこの1年ぶりにこのエネルギーの世界に戻ってきましてこの再エネの置かれた状況って大変変わっているなというふうに痛感しておりますやはり再生可能エネルギーはこの語弊を恐れずに言えば高い。 変動するさらには送電線の増強コストがかかるといったようなその、まあ、ある意味既存の電力システムからすると悪のような存在として扱われてきたわけですけれどもこれあの21ページ目にあるようにですねこれ特にこの2の方でございますけれども IEA のこのまとめによると世界全体の,その発電設備容量が。 えついに2015年にですね再エネが、まあ、これ水力含んでますが石炭火力を超えたとこういうことでございますでその22ページ目にですねこれ IEA もそう言ってるんですが、あのー、なぜこんなことが起こったのかとやはりその一番大きいのはこのドライバーはコストが下がって競争的電源、まあ他の電源に比してですね、まあ、先ほどまあ高い変動するたあの送電線の増強コストがかかると申し上げましたけれどもその根本的なところがやっぱり大きく変わりつつ あるというところが大きいのではないかというふうに思っています。あのまあ、これかなり極端な例とは言われてます。けれども、その34円パーキロワットアワーで20年のその買取が実現すると。 いったようなことが世界では起こりつつありましてですね。えー、日本の価格も徐々に下がり徐々にというかまず急速に下がっていますけれどもまだまだこのレベルには達していません。ただこういったところを目指しながらですね、再エ,エネをまさにその機関電源としてどうこの電力市場にこの統合していくのかというのが重要な視点だというふうに考えてございます。ちょっと冒頭今の飯田所長のお話に触発されて少しその点を。 えー、イントロとして申し上げた上で改正フィット法について簡単にご説明をしたいと思います2ページ目をご覧ください、えー、まず、えー、この改正フィット法これは去年の3月3日のこの3月3日だけです去年の3月の本調査会におきまして前任の松山よりですねご説明をさせていただいたものと かなりダブルところではありますけれども、このような制度ができて、今どう動いているというところを、主なポイントに絞ってお話を申し上げたいと思います。まず2ページ目、これ前提でございますけれども、この社会に説法ですが、再エネ導入量はフィット導入後、5年間で2.5倍に増えたと、一方で、この付加金の額が上がってまして、昨年度、ごめんなさい、今年度でいうと、キロワットアワーあたり2.25円。 でちなみに本日来年度の、えー、付加金を発表いたしました、えー、来年度の付加金は2.64円2.64円パーキロワットアワーになりますあの上にその平均的な家庭で去年の場合今年の場合675円と書いてますがこれあの300キロワットアワー使ったという前提なんですけどこれが792円になると、まあ、月当たりまあ800円弱とこういったあの負担ご負担の下で 来年度は進んでいくとこういったそのまさに再生可能エネルギーの導入拡大と国民負担これを両立国民負担の抑制を両立しなきゃいけないというこういうことが基本的には大きな大前提として我々の政策に位置づけながらやっているというところでございます、えー、3ページ目でございます3ページ目先ほどあの飯田所長の,あのお話にもございましたけれどもこれあの太陽光のみなら全部ちょっとこれえ分解をした図でございまして えー、一番右が認定した容量です、全部で88ギガ強、認定をしてまして、えー、去年の10月末時点で動いているのが、えー、約33ギガということで、えーまあ、50ギガ以上が、えー、認定を受けて、今、準備をしている、まあ、未稼働の案件だということでありまして、まあ、これ、ご案内のとおりです、ね、上から2番目の非住宅の対応のの。 75ギガと27ギガとこのギャップが一番大きなこの三方案件の原因になっているとこういう状況でございましてえこれをなんとか解消していきたい早くオンラインにしていくとこういうのが大こういうことが大事であるというふうに思っているところでございますま。そうした えー、前提のもとで,です、ねえー、昨年、国会でご審議いただきまして、改正フィット法4ページでございます、えー、5つの柱、新しい認定制度を創設します、コスト効率的な導入をします、リードタイムの長い電源を、えー、さらに、えー、目,を目をかけて、そういった制度にしていく、さらに懸命制度を見直す、総配電買取に移行する、こういった5つの柱の改正フィット法が、去年の国会でご審議いただきまして、成立しまして、 半月後、4月1日からいよいよ施行されると、こういうタイミングでございます。次のページ、5ページ目に、今までやってきたその法律施行をですねやらせてきていただいたその制度整備について、念のため、こちらに載せさせていただいていますが、この4月1日から施行されるということでございます。 6ページ目をご覧くださいまずその新しい認定制度こちらの肝はです、ね、今までその認定取得にあたってです、ね、接続契約が全地でなかったところ接続契約電力会社との、まあ、一般送配電事業者ですが送配電事業者との接続契約を締結していることを前提にです、ね、認定が取得できるということが基本的な大きな変更点でございましてこれはそのやはり えー、認定を取ったけれども、えー、なかなか未稼,働しないあ稼働しない未稼働案件というものを適切,に、えーまあ、適切に動かしていくという観点で、接続契約前地の形にしたということでございます。えー、加えてです、ね、ちょっとこれ、いろいろ書いてあるんですけれども、1点だけ真ん中の認定基準というところの事業内容が基準に適合することと。 こういうことでありまして今後、ですね今までこの設備で認定をしてましたが計画を認定すると事業計画認定を行うということになるんですがその事業計画認定の中で例えば、やはりその太陽光でやはり地元との,その関係でですね さまざまなトラブルが残念ながら発生をしてしまっている例がございます、そういったところを適切に防止をするためにです、ね、保守、点検、維持管理といったような必要な体制の整備について認定時に確認させていただくといったようなことを今後、4月1日からやらせていただくということになってございます。 次のページですが、えー、これはです、ね、今まで認定を得ておられる方がどうなるかということですが、基本的には3月31日、あと十数日ですが、15日ですが、3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として認定を執行させていただくと。 ということですが、まあ、一部例外としてです、ね、先ほどあの飯田所長のほうからもありましたけどもあの電源募集プロセスと呼んでますがその電源の,そのまさにごめんなさい、えっと、系統募集プロセスという、まあ、系統を増強する際の割り勘の仕組みを えー、一昨年の4月から動かしてございますが、えー、その、えー、プロセス中のものは、当然、接続契約は締結できないものですから、えー、この認定の執行、契約してなくても、なくても、プロセス中のものは認定を執行しないといったような例外はございますが、基本的に、基本的に、接続契約を締結してない案件については、認定を執行させていただくと、加えて、み、まあ、なし認定、ちょっと名前が不評なんですけれども、えー、まあ、シンプルに言えば、今、 認定を得ておられる事業者の方は、6か月以内、要は9月31日までにで、9月30日までに、新しいフィット法に基づくこの計画というものを、今、認定を受けておられる方も出していただくと、こういうことにさせていただいているところでございます。8ページ目はさっき申し上げたあの募集プロセスが今、30エリアで全国で動いているんですが、これ、参考までに付けさせていただいてございます。 で9ページ目、えー、先ほど少し申し上げました、ちょっとこれ間違いなく、昨年末に成立したというのは間違えてます、すみません、あの昨年の5月に成立しているんですが、えー、改正フィット法におきまして、えー、先ほど申し上げたように、その地元とのトラブルが発生をしてしまっている例が残念ながらございます。まあ、そういっったとところを、えー、しっかりと 地域と共生する電源として位置づけていくということが重要かと思っております。ということで,です、ね、他法令遵守を認定要件に追加をしまして、最終的には認定取り消しまで行うことができるような制度になっているとともにです、ね、自治体に我々の,その国で認定をしている情報を提供させていただくというのを、これ、法改正を待たず先行して、今、動かし始めているところで。 ござい,ますいずれにしてもあの一言申し上げたいのは、よくこの改正フィット法によって、経産省は再エネにブレーキかけてるんじゃないかと、こういうことをよく言われます、ただ、冒頭にも少し申し上げたように、この再エネをこのしっかりそのコスト競争力のある基幹電源化をしていくということで、それが、その 長期の安定電源としてしっかりと電力、日本の電力市場にその位置づけられていくということが、何よりも再エネ拡大のためには重要、不可欠なものだと思っておりまして、そういった観点から、この長期安定電源としてしっかりと再エネを位置づけ、日本の,その基幹電源にしていくと、こういう流れの中での改正であるというふうに、ご批判あるかもしれませんが、我々は考えながら日々やっているというところでございます。 続きまして、まあ、同じこの改正フィット法に基づいて、コスト効率的な導入といったようなことを、をさらにはリードタイムの長い電源を支援するといったようなこともやることにしてございます。11ページ目をご覧ください。まずコスト効率的な導入にあたりましてです、ね、電源ごとに中長期的な価格目標ということを設定をすることにしております。でまあ、先ほど来申しし上げてているるようににやははりその再エネを基幹電源として位置づけるためにはこのコスト 競争力のある電源にしていく必要があるといったことでこの法律上、さらにはしっかりとその国の目標としてです、ね、価格目標というものをしっかり定めていくということで下にありますように太陽光については例えば非住宅用については2030年にはパーキロワットアワーで7円ぐらいここを目指していこうと。風力については 2030年に89円もうすでに先ほど申し上げたように世界ではこれを超えている例というのは結構出てきてるんですけれども、まあ、2030年に向けて少なくともこういうところを目指しながら日本の,その再生可能エネルギーも進んでいこうとこういったことを今回 正確に正式に位置づけているということでございます、えー、次のページ12ページ目をご覧くださいこれが各各電源の調達価格でございます、えー、黒い点点点の右側が新しく定めた部分でございまして、えー、一番上が事業用の太陽光ですが来年度は21円 で住宅用の太陽光については3年28円、26円、24円とこういうふうに下げていきまして、えー、平成31年度、すなわち2019年度には現在の家庭用電気料金とほぼ同額の、えー、まあこれグリッドパリティと通称を呼んでますけれどもそういった買う値段と売る値段が一緒になるといったようなところを目指して目指してとかこれはもうしっかりもう決めたわけですけど調達価格をあの決定するとこういうことをさせていただいています。えー風力については <laughs> 3年間決めますけど1円ずつ下げると、まあ、その他につきましてはおおむね3年間据え置きすなわちえまあ太陽光に比べれば比較的リードタイムの長いえこの風力地熱水力バイオマスといったところについては3年後の価格を決定することによって事業投資をしっかりとその予見性の高いものにしていくとこういう。 調達価格の設定の仕方を今回新たに導入をさせていただいたということでございます13ページ目14ページ目はこれ入札というものを今回導入しますすなわち入札で落札した人のみが認定を受けられるというそういう制度、まあ、これ世界的にも 太陽光のみならず風力等にも入っている制度でございますけれども今回日本においても導入するということでございます13ページ前いろいろ書いてますがフィット法で位置づけられているということですが次のページが概略です14ページでございます当面の入札対象を2メガワット以上の事業用太陽光にするとまあしっかりと競争的に、えー、やれるというふうに まあ確証がある、こういったこの大きな太陽光のところをまず対象にして、これ、試行的にやっていくということで、試行期間として来年度と再来年度を位置づけまして、来年度は1回、再来年度は2回、計2年間で3回やろうと、第1回は0.5ギガをその募集容量として、0.5ギガまでその低い順、価格の安い順に、下の図にあるようにですね。 落札できるというこういうことを考えてございます。ペアーズビットですので、まさにそのビットした、各事業者がビットされた価格が、大札価格になると、こういうことでございまして、今年の10月をめどに第1回を開催すると、こういう予定で進めたいというふうに考えているところでございます。最後、15ページ目でございます。この改正フィット法先ほど来申し上げているように コスト効率的な電源の導入等を進めるために、国会でご審議いただきまして、この4月から施行することでございますけれども、これだけでは再エネの政策、終わりではないというふうに思ってございます。先ほど飯田所長からもご指摘いただきました系統、これは本当に頭の痛い問題ですが、しっかり取り組まなきゃいけないというふうに考えてございます。併せて、まあ、環境アセス、そういったもの、さらには自然公園法、そういったものについての,その規制制度改革。 いったものも関係省庁と連携しながらしっかり進めていきたいというふうに考えてございます、さらには一番下の箱に入れてますけれども、やはり繰り返し申し上げているように、この競争力のあるその産業にこの再生可能エネルギー産業を育てていただきたいと。でこのの競争力のある状況である あって初めて、初めて長期安定電源として、基幹電源として、日本の市場に入ってくると、まあ、こういうことでありまして。関連産業の競争力強化といったことを、しっかりと、え、取り組んでいく必要があるというふうに考えているところでございます。以上、あの、改正フィット法についてというお題で、ご説明をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは。 あの飯,田先生飯田さんからのお提案も含めて、どあのご意見、あるいは質問、どうぞお願いいたします。今回の活性ットそのものは、まあ細かい、細かいというかです、ね、格論はいくつかあるんですけど、総論としては、あのまあ、丁寧に、あの多分3年、 のの今後の価格を出すというのはもともと我々自身も提案してたので、えーまあ、むしろその今回フィットそのものは総じてはまあまあいい改良の方向かなとは思うんですがただあの、えー、と前からの積み残しみたいなのがいくつかあって、えー、とそこら辺はあのもうちょっと今日,、うん、今日の議題じゃないんですが、えー、例えばまあバイオマス のとにかくモノジェネみたいなのが今すごい計画されてるんですが、まあ、それは非常にそのあの例えばドイツもデンマークも高ジェネが義務なんですよねで、えー、そうしないと木が持ってるエネルギーがきちんと活用できない、えー、しかもまあ日本の場合、まあ、その百数十箇所のプラント計画されて東南アジアとかいろんなところの膨大なる輸入とかあってちょっとバイオマスはこのまま放っておくとあの今の初期の太陽光の、まあ、なんというかこう え非常にルーズというか、ですね、まあ、最初にバタバタと8000万キロワットの設備認定を出してしまった太陽光の別の形の二の舞になりかねないなという、ちょっとリスクは感じているというのが1点と、えー、それからその、えーと、非化石燃料証書市場というのがこう突如出てきたんですが、まあ、そこはちょっとまだどういうものになるかわからないんですけども。その っとこの,フィットの中の環境価値をどう扱うかということが、まあ、初期に実はきちんと丁寧に議論されないまま、まあのまあ、フィット電源については CO2 削減って言っちゃだめだよという話からまたそこからこう。えーまあ 2回転ひねりしてなんかそこにたどり着いている感じなんですけど、まあ、そこのボタンの掛け違いもちょっと戻して丁寧にやったほうがいいんじゃないかとかですねであと最後の15ページ目にあって総じていいんですけど例えば変動電源対策のところにまたバックアップ問題とか書いてあるんですけどこれはなんかベースロードを前提としたちょっと古い用語じゃないかなとかちょっとこれはまあ細かい話なんじゃないですけどというようなのがまあ格論としてはいろいろあります。 まあむしろあの、まあ、私はもうちょっとなんていうかこう今回のフィットフォーの回あとまあ競争入札の話も別途ありますがこれはまあ様子を見ながらだと思いますけどあのやっぱりその去年落としてしまった優先接続の悪影響が出てるんじゃないかっていうことはあの今の山崎課長の視点でもローカルなつなげない問題とか、まあ、いろいろありますしエリア全体の電力の余剰っていうのは課題としては一緒に上がってるんですけど じゃあそれが本当に課題が解決の方に向かうのかというところがですね、新エネ化だけでは解決できないのかなという部分もあって、そこら辺をあのんをもうちょっとこう本当に再エネが普及する形での,まああの建設的なあのまあ議論なり政策変換につながる形ができるといいかなと思います。はい 課長のかから何かありますす、はいえー、ありがとうございます、えー、とまさに飯田所長おっしゃったようにあのおそらく、まあ、課題として我々もまだ足りないとおっしゃるかもしれませんがあの認識しているところは認識同じなんだと思ってますでこれを、えー、のどう解決していくのかということで、えー、まさにご指摘のようにあの 私の課だけではなくです、ね、資源エネルギー庁全体、経済産業省全体で今、しっかり取り組もうというふうにしているところでございますので、ぜひ厳しい目で見ていただけたらというふうに、かつ温かい目で見ていただけたらというふうに思います。あのいいいくつつかいたとところににてあの申し上げるとあのバイオマスまさにあの ドイツとかはあの今熱電平器じゃないとフィットが得られないとこういうような状況になってましてバイオマス発電は燃料費が7割特に木質バイオっていうのは7割占めているのでこれどうやればそのいわゆる自立電源としてやっていけるんだろうとフィットをなくしてもう絶対成り立たない電源になってしまっているという問題をまあ従来から抱えてましてそのためには熱も一緒に利用すると。 そもそも木もそのマテリアル利用をしっかり進めるといったようなところで総合的にペイする仕組みというところを構築することが課題だというふうに認識しています。あのこれ従来からも何度かお答えさせていただいている可能性もありますけれどもこの今、我が国のフィット制度は一応その電気の需要家の方から付加金を集めさせていただいてそれでそれをこう発電側に戻すとこういう制度になっている関係でこの熱 というものを捉えてですね、そこにこう付加金を当てるというのが、まあその本当にやっていいことなのかということの根本的なこの制度上の議論がございます。あの政策判断としてどうかというその以前以前というかその先の話なもんですから、いやそれはやれえじゃないかとこういうお話だと思うんですけれども、一応その電気の部分についてのその制度になっているもんですから。 えー、熱電供給を、まあ、対象にするということが基本的にはまあ制度上難しいのではないかというふうに考えています一方で熱電供給を推進するのは先ほど申し上げたように大事でございましてそこについてはまあ政策的にはあの私の課で持ってますけれどもその熱についての,その設備を入れる場合の,その補助金といったようなところとかです、ね、そういったところでその合わせてこう支援をしながら 最終的には、バイオマス発電がその自律的にしっかり回るように、ペースるようにしていきたいというふうに考えてございます。あの非化石市場については、いろいろあの、ご意見いただいてございます。まあ、あのフィット、最終的にはその非化石電源である。このフィット電源を今年度じゃなくて、来年度から出てきた分からですね。この非化石市場という電気とは切り離して、非化石価値を取引する市場で売買を。 取引をしていいただくととうことで、まあ、フィットの方から見るとです、ね、そこであの価値がついて取引売買が行われればその付加金の,その抑制につながるのではないかという期待もございまして、えー、そういったところをあのしっかりとこの再エネの導入というところとちゃんとその 足を揃えた制度にしていくべく、これからの詳細制度設計をやっていくということになってますので、しっかりとやっていきたいというふうに思ってございます。あとですねあの、えー この再エネ優先接続をフィット法で復帰させろという飯田所長のお話でちょっとこれ言い訳じみてるかもしれませんこれまたあの前任の松山からもでにお答えさせていただいているのかもしれませんがいや2つありまして実はえっとまずそもそものフィット法5条というのは今飯田所長ご指摘の優先接続を定めたものではなくて基本的にはその拒んではならないというですね あるる意味オープンアクセスののの義務を送配電の事業者に課していいものでございました,ございましたで、えー、この優先接続を、えー、この制度上入れるかどうかっていうのはこれまた別の議論だと思ってございましてここについてはさまざまなあの積み重ね今後も議論していく予定でございますけれどもいずれにしてももともとのフィット法はオープンアクセス義務を定めたもの。 要は拒んでなならない接続を要求されたら、再エネ事業者から接続を要求したら、拒んじゃならないよということを定めたものでございます、で今回、これをあのこの、この条文が削除されているのは純、純粋法制的な理由でありまして、この先ほど申し上げたように、その認定の前提として、電力会社、破、まあ、送配電事業者との接続契約が前提になるものですから。 えー、今までは認定を受けてから接続契約でよかったんですけどその前の人に対して拒んではならないと法律上書けないっていう要はその認定を受けた人にその、うんまあ、接続しなさいよっていうそういう条文があったということなんでございます。で じゃあこれ,がそのこれでも送配電事業者好き放題じゃないかとまあこういうことでございますけれどもそれは実はそうではなくてですねこれまたあの電気事業法これ私もあの改正に関わってございましたが電気事業法の第2段改正と呼ばれてます去年の4月から施行されましたそのライセンス制度を導入する法律がございます。 送配電小売発電発とでその送配電事業者の義務としてオープンアクセス義務というのを法律上初めて明記をさせていただいてございましてそれはある意味もともとフィット法にありました条文で規定をしているオープンアクセス義務と、まあ、ほぼ同義でありまして、えー、罰則もついておりますしこの接続を拒んではならないと。 いうこういうことでございまして、えー、大丈夫ですとあの前の課長が言ったということでありますけれどもあの大丈夫でございます以上ですはいあの、えー、とただ再エネではなくすべての電源について拒んではならないということで、えー、今現実発生している空き容量ゼロとの関係というのはどういうふうに山崎課長今見ておられますか、はいあのこれは 拒んではならないので拒んで,拒んではならないとで、えー、拒んでたら当然罰則ですただあの拒んでるわけじゃなくて時間がかかりますとかお金がかかりますと言っていると、まあ、こういう理解なんですよね。 でた、えー、いまして、えーまあ、ここは本当、時間かかりお金がかかると、事業として成り立たない、導入のスピードが遅れるというのは、まさにおっしゃるとおりでございまして、そこを何とかあの解決すべくです、ね、あの今日飯田所長からもあのアイデアをいただいてますけれども、我々そういったそ,のそもそもの,その、シャローかディープかといったようなとことかですね、えー、さらに申し上げれば、 今度はの東北電力の管内で先ほどもご指摘いただきましたけれども北東北のエリアが完全に埋まってしまってですねえどこに電源を立てようとしてもえ接続できないというこういう今状況になってございまして大問題だと思ってございますでこの問題は昨年来らい我々取り組んでまいりましてえ結果として今2つの解決策で進んでおります1つはこの 北東北の全体エリアについての電源募集プロセスをやりますでこれはもうすでにやることが、えー、公表されてまして詳細なプロセスが動き始めたところでございますでこのプロセス2年程度かかるということでございましてでそ,のそれで割り勘のやり方が決まるんですけどその後建設に入ってからさらに10年程度さらにもう少しかかるかもしれないとこういうことでございましてで2つ目の方策としてはそんな十何年も待てないと。 といいうことでございまして一定の条件付きで電源募集プロセスに参加をした事業者は、えー、接続を認めるとこういう、まあえー、今の状況で一定の状況条件付きで接続を認めるということをこれあの。 えー、暫定措置と呼んでますけれども、えー、入れること決まってございます、まあ、こうしたその既存系統の活用、今日もあも飯田所長から、えー、余ってるじゃないかというお話をいただきました、救急車のために取ってるんじゃないかと、したがって、まさにおっしゃるとおりの部分もございますので、えー、その救急車が通る時には、通るときには止まるかもしれませんねといったような条件付きで,です、ねえー、普通のときは使ってくださいと。 いいったようなととこころをを今回導入をすることにしてございましてまさにその系統問題既存の系統を有効活用していくまだまだ入れるじゃないかっていうところに我々ももっともっとチャレンジをしつつで足りないものについてはしっかりと増強が必要だというところにも手を打っていきたいというふうに考えているところでございます。 あ、あと1点だけすみません。あの今の点もあの暫定措置の話は実はあの薄々聞いておりましたので、えっとそれってあの暫定措置というのは要はあの原発とか止まってるけど、空いてるやつをとりあえず使ってえっとその間にあれですよね。あの、ひょっとして再稼働というか。か するにはまた何年もかかるからその間にこの原発のために別途増強しようというなんかそんな、まあ、あんまり、まあ、いいです。で、えー、とあの1点だけですね松山課長がどうしても拒んだあの接続可能量ので出力抑制される際に対してあの無制限、無保証というのが、まあ、金融機関を脅かしてです、ね、結局バンカブルじゃないんですよね。で三井そのとも会場のも保険ででははどうして限限界があるのでここ無制限は まあ、万が一、としても保証というふうにです、ね、見直す検討をぜひしていただきたいんですがそこはどううお考えですすか、はい、ありがとうございますあの私も着任以来金融機関の方々とかといろいろお話をするとまず第一におっしゃるのがこの無制限無保証の部分で無保証これじゃあファイナンスできませんというお話を、えー、お聞きしてあこんなもんなのかということを改めて実感をしたところでありますが。えー 方,方針ととしては2つだと思ってま,すでまず、保証これを保証できればあのい,い,んですがいいんですが、これはまさに国民負担とのバランスだと思ってございます、えーまあ、この国民負担とのバランスの中でのこの保証というのが、本当にできるのかというところを、これあの、まあ、白紙でというか、どっちによることもなく、今後、検討する必要があると。 いうふうに思ってますが、今の今のところこの保証保証を入れるという決断を何らかしたということはございません。一つの解決策だというふうには思っています。で、これはなぜ一つの解決策だというふうに申し上げるかというと、えー、二つ目でございまして、この金融機関のこの融資姿勢というのが現状ではそうだというのは我々理解をしているところなんですが、一方でじゃあ本当に30日を超えてどの程度止まるのかと。 輸出力抑制がかかるのかといったことについてデータが積み重なってくればデータが積み重なってくればですねあこれはリスクはこの程度なんだということをしっかりとその判断をして融資なりまたはまあ まあ主にこれ、融資の話ではあるんですけれども、がされるということかと思ってますし、そういったリスクを取りながらも、出資をするといったようなそのエクイティが出てくるといったようなところもあるものだと思ってます、何を申し上げたいかというと、こういったそのデータをしっかりと公開する、これ、一定程度今、あの我々の審議会でやらせていただいてるんですが、それをさらにこの詳細に実績データ まだ出力抑制というのは本土で起こっていませんがあの、より出していきながらです、ね、この金融機関側が、そこのリスクは無制限だと言うけれども、実はここ,までのここまでのものなんだということを計算できるようなものをデータとして公開しつつやるというのが、一番、一番健全な解決方法ではないかということをまだ考えてございまして。 えしたがってまあその,保証のところも白紙でちゃんと白紙というのかぜぜひぜひで検討しつつもそういったそのデータの公開というところでまずえファイナンスがつくようにしていきたいというふうに考えているところでございますあの山崎さんも飯田さんもね専門家だから難しくてですねあのちょっと分かりづらいと思うんですはっきり言ってね。 あのねえー、と優先接続は、えー、接続の,その優先ということではなくて拒んではならないんだって言いますが、ね、もともと優先接続って決まった時にやっぱり優先接続だったんですよ。それは固定価格買い取り制度で再エネを促進しようというのが再生可能エネルギー促進法の精神だから立法趣旨だから。 そこに至ってやっぱり電気事業法に変えてなし崩しにしたというところはね現実にだって空き容量ゼロで接続されませんっていう人がたくさん起きてるんだからそれはどう言っても現状において再生可能エネルギーの促進を妨げているということは認めていただかないとねだっていくらなんだって山崎さんだってこれでいいとは思ってないと思うんですよ。 あの普及すれば価格は安くなるわけだし今なんかニワトリが先か卵が先かみたいなお話ですけれどもやっぱり少なくとも再エネを積極的に進めるということが今の日本のもろもろの抱えている問題に大きなあの風穴を開けていくということはこれ間違いないわけですからその優先接続を約束したわけじゃないと。 いうふうな捉え方はやめていただきたいなと思うのが1点とそれから前の松山課長の時にね接続されないような状況が起きたらどんどん私のところに行ってきてくださいって言ってましたよ確か。でどんどん起きてるわけですよ東北なんか全然だからつながんないわけですよ。でね山崎さんの方でどのくらいこういうまあこれ 飯田さんの,あの19ページ見ても再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会で言われているところを見ても現状全然東北地方あの余力空き容量ゼロ多発ですよね。でどの程度その一つ一つの原因例えば原発のために空けておきますからなのかそういうのの分析はされているのかそれでさっきちょっとおっしゃったけど まあ暫定的にあの、まあ、例外的な <laughs> あの接続ということも考えていましたがそっちがせ例外じゃ困ってねやっぱこれは再生可能エネルギーがどうすればここでやれるようになるのか特に東北ですから私は問題はちょっと深刻っていうか何のために私たち国会で法律作ったのかないがしろにされてるなとすごく 思いますそして3点目質問なんですけれどあのいわゆる固定価格買い取り制度でいくらいくらって金目の話を決めます時にね例えば飯田さんの今日お示しいただいた資料にあるように接続料というか送電、えー、連あの接続負担金の方が法外なんですよ。事業規模に比べてそんな法外な外 接続負担金取られたらこんな固定価格決めてもらったってこれとまあ合わないっていうか見合わないと思うんです。そういう実態が起きてるっていうことだって経産省は知ってくれなくちゃ困るし、これ飯田さんの挙げた例は得意な例ですか？<あ>私じゃそうだとじゃあね少なくとも経産省でヒアリングっていうか集めてくださいなどんな実態が 起きてるかで金は貸してくれない方外な負担量は儲けらあの求められるって言ったらどんな商売だってやれないですよ。だから4点目の,その銀行を貸さない理由っていうのはそのある程度そのどのくらいのリスクなのかが見通せたら制度設計ができますって言ってそんなことをもともとどのくらい、まあ、その接続を止めなきゃいけないことが あるかななんんんて全然踏み込んでもないんだから資産ななんかできないできいすよ今のの状態のままだとねそうするとここは政策判断でまあそれ金融庁とも相談してもらった方がいいと思いますけれどもほとんど自分たちがそういうふうに接続を止めなきゃいけないケースがどの程度起こるのかというところで天変地異でもあるまいしそうそう起こらないと。 いうことであればむしろ保険制度を有効に活用した方がいいしとにかく一歩でも前に進めるというのがなければ明らかに低迷してるんですから明らかにあのもっともっと加速できるはずのものだし本来皆さんだってそういうお立場なんだと思いますから。点点目2点目はあの さっき伊田さんのおっしゃったことと重なりますので3点目、特にどうしてこんな法外な接続負担金取られるの、うん、それは多発しているの経産省は情報を集めたのというところをありがとうございます。あの固定価格買取制度の下でですねあの 先生ご案内のようにあの調達価格を決める委員会調達価格倒産定委員会といいますけれどもあのそちらのほうであの毎年度、えー、コストのデータを年俸データとしてすべ、えー、て把握をして、えー、それをもとに翌年度以降の価格を設定するということをやらせていただいております。したがってて、まあ、お答えとしては 今動いているものについてはすべ、えー、てデータを把握した上で、えー、価格を作っているということなんでございますがおそらく先生のご指摘はその今動いていないものが高い料金を提示されているじゃないかということでございまして、えー、ここについてはです、ね、あの100%その今どういうようなオファーが、えー、電力会社、相談配電事業者からされていて えー、事業者さんがそれに困っておられるかということをこの100%統計として取っているわけではございませんがあの当然、我々のところにはです、ね、そういったその実情としてこんな、えー、額を提示されているよという話を多々いただきますで、まあ、それに基づきましてまずはその電源募集プロセスという割り勘のプロセスをしながらです、ねえー、1人で10億円だけれども えー、10人だったら1億円で済むというようなことはないかとかですね、まあ、そういったところを動かしながらやっているということだとご理解いただけたらと思います、まあ、加えてあの先ほど来いろいろあのご批判もあります、オクトちょっと私あの、設立にかかったものですからちょっと大変あの耳が痛いかつ、ただだいぶこれで変わってきているというところもですねご理解いただけたらと思うんですけれどもこの奥 c の方でですねこの各種設備、工事 のその標準単価というものを、えー、去年の3月から公表しまして、その水準を随時検,討検証するということをやってまして、やはり、正直、既存の電力会社、既存のというと大変失礼かもしれませんが、まあ、その電力会社はですね、今まで独占にあぐらをかいてきた部分というのはございまして、どうしてもその工事単価とかですかね、そういったものがそもそも高くなってしまうという傾向がございます。まあ、そういったこともあの ないように、えー、しっかりとそのまあ奥斗の方で検証を、えー、行っているということも最後合わせて付け加えたいと思います。は連携負担金の妥当性っていうかね物事の商売は法外にやっちゃいけないわけでこの妥当性は経産省で検討するんでしょうかだって 電力っていうのは純公共財ですから <laughs> それから見るとねそこで連携負担するためにこうたくさんの金を取られたらそれはやっぱりあの不適切なんだと思うそこに検証するんですかそのことだけ教えてそれのためにはどんなケースがあっておっしゃったように 10, 社であ10人でやれば安くはなるかもしれない。でも,も,ともとその もともとやっぱりあまりに高すぎるっていうものはそうは言ってもある程度規制というかめどがないとこれはやりたい言いたい放題ですよ電力会社が送電側のそれっておかしいんじゃないのと思いますがあの重ねてちょっと,あの、えー、とまずその連携負担金で過大なものが出ているものはほとんど闇から闇に消えます。 というのはあの、こんなプロジェクト申請されたらプロジェクトールしないので表に出ないまま消えてなくなるんですね。であの、それすごく問題だと思うので、今の安部さんの質問も含めて言うと、そのせっかく今回、経産省の方で接続申し込みをして、接続契約で、えー、負担金支払ってから認定っていうふうになってるんですけどあの、6ページ目の資料で言うと、上は電力会社とのやり取りなんですよね。で下は経産省とのやり取り取で なんというか一国二制度じゃないけれども、えー、と電力の方は電力とやって経産省の方は経産省やってこれでも国の法律に基づく全体の政策だから本当は全体が経産省がコントロールしなきゃいけないと私は思うんですね。ですからあの、まあ、理想的には 経産省に設備なか接続契約を申請出してそれが該当電力会社に行って電力会社の回答が経産省から来て事業者に戻るか少なくとも電力会社のこういう過大な負担金の情報が確実に電力会社に行くようにあ、電力会社から経産省にもプロジェクトが成立する前に行くようにしないとそういうモニタリングが不可能だと思うんですよというかこの そのいや電力会社と本当に個別に書式も違うし対応も違うし視点によっても違うしもうバラバラなんですよねでそれはまあもちろん霞が関でそこで全部見ろっていうのはちょっと切,な切ないというか国ここの話なんだけどもなんかそこのプロセスをコントロールしないと国のせ制度としてそこのけ脱線ゲームじゃないかっていうふうに思うんですよもう全く北電とあの東北と中国と九電と本当に違うんですよ対応が。 でそこも含めて、本当はこの法律に基づいて国がコントロールしなきゃいけないので、確かに太陽光も悪質な事業者がいるので、今回の制度改正でそういうコントロールするのはよく分かりますが、電力会社の,その契約のところの情報とプロセスをしっかり国がコントロールするようにならないと、このフィット法の下で、なんか電力会社だけは自由にやっているっていう裁量の下でで、それがまだの残るんで、今度は、 接続契約が先でそれが前提になるのであればそこをぜひ経産省としてはコントロールしていただいてこういうなんか課題の負担金が来たのもちゃんと情報を出してあのあの把握していただいてその固有名詞を消してそれも全部公開するとかです、ね、あと検証するということがやっぱり不可欠だと私は思いますありがとうございます。あのー まさにあのご指摘おっしゃるとおりだと思います、あとはどこまで,どこまでその制度的にですねえ組み込んで、国が前に出て、一つ一つの公示費負担金について、あ,ある意味、強制的にデータを取りながらですねやるのかというこういう判断なんだと思います。でえっと一方でで二つほど申し上げたいんですがあのまさに そういうところそ、そこについてはですね。まず一つ目はえー、まあ、法律上は当然ですね。そういったその、えー、公平性の核。 表が確認されればそういったそのものが発動するというこういうお体験になっているというのが1つでもう1つはです、ね、これどこまでいってもいたちごっこなんですよねおそらくどこまで行ってもいたちごっこなのでやはり自ら自らそういったその費用を抑制するという方向に電力会社送、まあ、配電事業者を向かせるということがとても大切なことだと思ってましてで先ほど飯田所長からは 全然足りないとなんかエセシャローだとエセ,エセディープだとエセディープだというふうにエセシャローだとあのご批判をいただきましたが、えー、おととしの11月に改正をしました費用負担のガイドラインで今まで全額特定負担全額電源側の負担だったものを電力会社の負担、まあ、電力会社の負担といっても実はこれ、託送料金なんですけど託送料金に乗るものになるということに、えー、一部 なるとで上限がちょっとあまりにも低すぎるじゃないかとご指摘いただきましたそこは一つの課題だと思いますけれどもそういったことを入れましたでそれは何が言いたいかっていうと自らの託送料金に跳ね上がるもしかしたらそれ託送料金を上げるという値上げ申請をして国に認めてもらうなんていうことが難しければ。 えー、自らそれを経営努力で飲み込まなきゃいけないというそういうふうに電力会社側は判断するわけでございまして一般負担が入ることによって,よってその工事費負担金の総額を抑制するというそういう方向の効果を期待をしていると。 いうことがその費用負担ガイドラインのもう一つのあの当然再エネをつなげるというところは大事なんですけれども、もう一つの効果かと思ってございます。最後にまあ、最後にあのまあ所有権分離じゃなきゃ、足りないじゃないかというふうにおっしゃいましたが、あのまあ、やはりこの2020年の電力会社のその送配電部門の法的分離というものに向かってですね。かなり、やはりビヘイビア。 いいくと思いますで当然、2020年を過ぎたら別会社になるわけでございまして、今はまだ残念ながら、残念ながら法律が通り、まだ施行されてないという状況ではありますけれども、えー、その送配電の中立性、独立性ということに関してです、ねえー、この発送電分離というものが大いに、この2020年に向けて、さらにその後においてです、ね、効いてくるということは間違いないと思っておりまして、えー、それも最後、一言、付け加えさせていただきます。 よろしいですかちょっとあの全く逆の予想をしているのでちょっと意見を言わせてくださいあのフィットの趣旨はあのたくさんのエネルギー再生エネルギーをが普及することによってコストが低下して結果として国民負担が膨らまないっていうのが基本の精神だと思うんですよ。だからあのお オープンアクセスではなくて優先接続であり、まあ、強制買取っていうのがあってあのコストが急激に下がるわけですよねあのい,いわゆる液晶テレビと同じような効果があるわけですよねそういうふうに考えた時に法的分離だと今原発抱えた発電会社が潰れちゃうので持ち株会社で上をかぶせちゃうのでグループ全体で利益を図ろうとすると。 まあどこに優先するかっていうのは当たり前の当然の結果だと思うんですけどまず自社の発電会社の,そのまあグループのねあの発電会社の採算を重視するとで次にあの考えるのは石炭火力のような相対的に安いものを買って電力料金まあ全体として儲けを増やそうとすると。 後回しになって空き,料金空き容量がなくなってしまったり連携負担が生じるのはごく当然なんですよ法的分離である限り所,所有権で完全に別会社じゃないですからグループとして行動してしまうっていうことがどうしても起きるわけですよねそうするとあの今から所有権分離をやれってうとそうと膨大なエネルギーがかかるのでじゃあ法的分離の下で あの事前の,そのフィットの効果をあの確保しようとしたら空き容量がないから接続を拒否するという事態に対して何かのペナルティかあか逆にあの強,強制買取じゃないですか優先買取取りなり何なりのルールを入れないとフィットの本来の趣旨 たくさん買うことによって生産することによってコストが下がっていくことによって総枠としての国民負担が増えないという効果は全く期待できなくなっちゃうだから石炭火力のようにどんどん建てて相対的にコストが安くて新電力が原発も持ってませんのでそうするとコストが安いエネルギーを買ってそれを転売すればそれはそれで利益が上がりますので。 そっっちへ向かってしまうとしかしそれは CO2 を出したり再生エネルギーの普及から言えば全く望ましくないとそうすると法的分離のままでその発送電分離を実行しようとするとこの2つに関して厳しく何かの規制なりコントロールなりをするかあるいは系統接続を重視するためにえまあ利子補給をしたり補助金を出したりまあ電力会社にそういう方向へ誘導するか。 どっちかの処置がなないいとと現状は変わらないと思うんですねだからそれはきちんと調査をするだけではなくこの趣旨から言うとフィットと法的分離という2つの形態が結びつくと今起きていることが起きるということなんです必然的に起きていることが。でそれをきちんと調査した上でどういう手段が具体的に必要であるかっていうことをやっぱりきちんと提案しないとこれは多分あの。 全くく遅れていいと思いますああの確かにあの長い見通しをなるだけ出してこのくらいのコストへおと抑えていきますとでも本当に計画を立ててるならこのくらい復旧して諸外国の事例を見たら復旧してこのくらいの速度でいけばあのキロワットあたりいくらのコスト低下があるかっていうのは実績値からデータを集められるはずですよね。そうするとこれれからどれだけの容量を増やせば あの発電の容量を増やせばどのくらいの固定価格の買い取り価格が下げられるかということで掛け算すればいいわけですからそういう見通しをやっぱ具体的に立てていかないとフィットの効果は出ないそうすると法的分離のままであることの弊害がどうしてもグループ企業全体で石炭火力を買う自社を優先するでき,できるだけ再生エネルギーを その空き容量とか連携負担とかいってとにかく門前払い食わせるという現象が起きるのはある意味で必然的なのでそれをしっかり調べてこの法的分離の下でも再生エネルギーフィットが機能するためにはどういう制度を入れたらいいかということについて具体的な提案をしないと多分あのうまくいかない100%うまくいかないっていうふうに断言できると思います。 であのちょっと前の話に戻るかもしれませんが私も1月に建て電力というとこに行って、えー、現場の話を聞いてきましたで今ここにもあのお飯田さんから4億円が市長が何か言ったら70万円に下がったという事例が出てますけれどもあの私が聞いたところでもやっぱり相当高い値段を言われてです、ねまあ、それじゃあとっても無理だと言って。 なんか全部50キロ以下にこうまあ分けてやるしかないでそれはそれでまたいろいろ言われるっていうんで前のあの時も少し申し上げましたがやっぱり現実にそういうことが起きて事実上そのことが太、ま、陽光発電なんかのこの拡大を完全に障害になってるわけですよ現実に。 だからそのことを何とかしようという、まあ、そう、新エネ玄家は考えてるのかもしれないけど、われわれから見ると、なんか嫌に中立的なね、なんかその、えー、ああそ1人じゃ10億円払えないかもしれないけど、100人集まったら、入るでしょうとか、そんな簡単に100人の人が集まって、えー、1000万円で100万ずつ出すというような制度は、なかなか制度というか、作れないわけで。 だかから何かもう少し現実的にやろうと思っている人がです、ね、やれる道をきちんと用意してもらうのがまさに今も金子先生も言われたけどフィットというのはそれを増やすために始めたんですから特に私は福島は、ねまあ、さらにそれにもう一つ特別な事情があって、まあ、先ほども映画にも出てましたが建て電力というのはもともと酪農地ですよで。本当なら牛を飼いたいたんだけど まだその線量が高くて牛が飼えないとだから何かの子たちでその地元に戻るにあたっての何かがないかということで、まあ、福島はいろんな人が頑張ってるからそういうつながりで始めようと思ってやるけれどもそういう障害があってなかなか進まないんですよだから言ったことを聞いて皆さんにも伝えてもう少しどうかならないかということを何回か言ったと思いますけど。 つまりねあの、特に被災地は特にそう思うんだけど、なんかこう、皆さんの方から言うと、一応こういう形でやってますって言うけど、実際にやろうとしてる人から言うと、ある程度よりもハードルが高かったら諦めちゃうんですよ、さっきも飯田さんも言われたけど、諦めたものは消えるんですよ、皆さんの目からは。しかし、我々からすると、そのやろうとしてる人たちを、なんとかやれるようにするというのが、フィットの精神にも、 一致するしもちろんその復興地支援という問題はまたもう1つの別の問題ですからそういう意味があるのでもうちょっとです、ね、先ほどから出てい話は全部なんか私が聞いていると負担金の問題、シャローとイリープの問題それからこのガラガラの東北の高速道路が余っているのに隣に作ろうという問題等々含めてです、ね、なんかもうちょっとこういうふうにしたらこの程度にはなりますというのは出てこないんですか。 もう少し具体的にこういうふうにするからなんとかまあさっきちょっぴり出てきたのは一定条件付きの接続を認めるというまあそれがどういう条件なのか私には分からないからあれだけどこういう人たちについてはなんとかできるような制度を作りますとか,なんかもうちょっとどうやればいいのかね、私なんかも言って話を聞いてつなげるけど大体こういう形だからなんとかなりそうですよと言えるんなら言いたいんだけどどうですか、もう少し前向きな話は。 ありがとうございます。あのー、いろいろ問題を抱えているんですけど、まさにあのー、今ご最後にご指摘いただきました今の系統に条件付きでつなげるというのがやはりその事業者の方やろうとされている事業者の方からすると最も特効薬だと思ってます。で、えっとまあ、すごくシンプルに言えば一定の電源制限といいますが、その緊急時等に 出力抑制ですね電源制限まあブレーカーを逆に落とすってイメージですが電源制限を受けることを条件に条件に現在の系統につなげるというのが今北東北のエリアでやろうとしていることでございますでこれはあの実はまだ北東北のエリアでやるということまでしか決まってございません全国には広がってございませんが、まあ、我々としてはこれこういったものが、えー、どういう条件で 各地でできるのかといったことを今、えー、検討、検証してまして、えー、その検討、検証済み次第ですね、制、えー、度化を試みたいというふうに思ってございます。あとですね、あのー、我々もすごい悩みどころなんですけれども、もともとこのフィット法はですね、場所を選ばないという問題点がございます。フィット制度といった方がいいったがんですけどこれまあ、あのー 実は全世界どこでもそういう問題が発生してしまっていると私は理解しているんですけど要はやりたいという人がここでやりたいというふうに言えばそこで認定が出るこういう仕組みでございましてその時にそこにこう系統が空いてるかとかですねまあ系統がいてない時には何がどうあろうとつなげないというのはあのいや、そ硬い運用しすぎているんだっていうところは当然あってそこは直していくんですけども本当に空いてない時は空いてないわけですね。 そういった問題がそもそもあのはらんでましてでまあそれを解決する一つの方法でまあ諸外国でも行われているのはまあゾーニングといってまさにここでやれば系統も空いているし。 えー、いろいろできますよっていうようなのを例えば国がこう指定をするといったようなことをやってる国もございますただこれが日本においてできるのかといったような問題がございますしたがいまして何を申し上げたいかというと、まあ、そもそも拡大をさせるためにまさに我々もアクセルを踏んでますけれどもそのフィット法っていうのはあるんだけれども場所を選ばないという問題でやりたい人がここでやりたいといえばそれで認定が出てしまうというところにそもそもの実は 問題点を抱えた制度でであるとということでございますし従ってあのなんとか夢を見るというかちゃんと前に進むっていうことについて言えばまず既存系統につなげるということは最大限拡大していくとあとは費用ですよね費用でじゃあそれを負担を、うん、みんなであのやるなんて非現実績じゃない、まあ、まずできたらそれでやりたいんですけれども例えばそれでも駄目だっていう人に補助的に何かをこう付加するかどうかとかいうところが次の政策判断に なってくると、まあ、これは当然国民負担を増すわけですからそこをやりながらさらにそ,のそういったその公費負担金を補助するといったようなことをやるかどうかっていうのをまたあのまさに国会の場等でですねご審議頂い,いて、まあ、決めていただくとこういう形かなというふうに考えてございます。最後に一つだけあのこのこういうい資資料をよくあの資源エネ庁からもらもってこの 2ページ目のこのフィットの負担金のことがこう右にぐーっと上がってるんだけど私前も言ったことがあるんだけどこのあとは2030年以降は下がるんだよねこれ総額は。はいあのまあ、これはだん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 こう導入され導入量に応じていくもんですから2030年のところで例えばフィットから卒業する電源が出てくるとか。 より安いものにこうやってなぜか,かというとい、はい、このままの伸びるんじゃないかという議論をする人が時々いるんで、ね、ちゃんと下がるとこも仮想線でいいから書いてくれないかねつまりは、永久に伸びるわけじゃないんだってまさに導入を促進するための制度なんだから,だからあるとこまで行ってまさ、あ、にもうすぐその一般価格で7円とかまでくればもういらないわけだからフィットなんていうのは。 だけどそのためにあるんでなんかこれ見るとなんか永久に伸びていくみたいなね。だから書くときはぜひですね、2040年まで書いてください。2040年まで。これをお願いしておきます。か、あ、手を挙げてらっしゃるんでどうぞ。どうぞどうぞ。 すみません。あの東北大学の安香と申します。あの今のお話に関連して、えー、まあ感想と情報、えー、共有なんですけれど、まあ、あの多分あの CNN あの,の方はすごく頑張っていらっしゃると思うんですけれど、まあ日本または経産省全体でアクセルとブレーキを両方かけているところなのかなと思います。であの国民負担というお話が今あって、フィットは下がるという話だったんですが、あの。 ドイツでデータとしてこれまでの過去20年間で再エネと原子力と石炭にどのくらい補助金、付加金も含めて財政的な補助も含めてどうなっているかという累積のデータがあるんですけれどそれだと再生可能エネルギーが確か670億ユーロぐらいでして原子力はその4倍石炭、活炭はその5倍ぐらいなんですね。なので あの一見公平なんですけれど実は歴史的な経緯を見ると不公平な状況が日本であってでということをもっともっとその国民に知らせることができれば新エネルギー化のお仕事ももっともっとやあの楽になると思いますのであの国会なりそういうところでもあのそういうなんですかね国民負担というのを簡単に使わないでもうちょっとこう深い議論なりあの歴史的な議論 何が本当の公平なのかっていうのをもっともっと広めていかなきゃいけないかなと思います。で日本でそういうデータ大島先生もあの分かりやすい形では作ってないので誰かが作んなきゃいけないんですがあの、まあ、ドイツではそういう例がありますしドイツは電源散歩とかないので多分日本の場合もっと差が開くのかなとは思います。なのであのなかなか作るのは難しいかもしれませんけどぜひ作っていただいて。 もっともっとあの支援を増やしていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ篠原さんどうぞ。と皆さん方のちょっと違うんですのをお聞きしたいんですが、三ページ計のまあ資料あ茂木町の資料の三ページや。 つるか,からその二23ページのところにあるんですがで今の山崎課長のところでどこでも誰でもやれるというのもちょっとありましたけど地熱と中小水力は場所が限定されているし、えー、ど,こでそんなどこでもできるわけじゃないですが川があって公共材ですよ川それから地熱もそうですしそれは目星がつくとこれ見てるとこの絵があんまあ 光と風になってますけど太陽光と風力は化しまあ経産省のやれるのがそういうところというのもあるのかもしれませんけど地熱ももっと経産省の所管でできると思うんですけどまあ他のところちょっと絡むと思いますけどね。バイオマスは農林産省林野町になりと中小水力は高速交通省になるというのはんかちょっと冷たいような気がするんですよ。 で23ページの「主要国の再生可能エネルギーの発電比率」これ全体の発電量が違いますから比率だけだとまたちょっとよくわからないんですが発電量でいうとアメリカ日本なんかもず抜けと多いんだろうと思いますけどどうも見てるとフィットは受け身でやっていて皆さんがやったことに対してこれだけ買ってやこれでやこれで やってあげますよというふうになってんだけれども国が中心になってこれ伸ばしていくというのはあってもいいような気がするしそうすると地熱や抽象水力というのは相当国が中心になって場所が限定されているしやっていけるような気がするんですけど、ね、どうもそういう性がなくてなんかこれは日が何て言うんですかね 太陽光も風力もいろいろ機材をいっぱい使ってそちらの方の産業振興に利するようなのが中心になってて、まあ、地熱だって小水力だって使いますけど,なんかどうもバイオマスもちょっと資源エネルギー庁の姿勢と,としてねなんかつ冷,冷たい、まあ、太陽光なんてお多くなりすぎちゃってもう冷たくなりているのかもしれませんけど温度差があるような 気がするんですよ、ね、そうす僕なんか前から思ってるんですけどなんで水力のもっとこんなに雨がいっぱい降ってこんなに坂ばっかしであってここでも揚水発電があっていろんなのの時に使えるというのに水力の活用っていうのをなんでもっと考えないのかなという気がするんですけど新エネルギー化はそこんとこは自分のところののじゃなくて他の省庁が絡んでるんで、まあ、勝手にやってくれという感じなんでしょうかね。 水力もっと力入れればいっぱいなんとかなるような気がするんですけどもいやありがとうございますあのまさに先生のお力もあのいただきながらぜひ進めていきたいと思ってますしあの正直あの我々かなりあの各電源ごとの課題とあのうちの課も電源班というふうに呼んでますけれども各電源ごとに同じあの数まあ小数ですけれども一つの課ですんであの貼り付けてですね 太陽光チーム風力チーム地熱チーム中小水力チームバイオマスチームとこうやってやっておりますあのそこに全くその偏りはございませんであのまあ中小水力についてはおっしゃるとおり、まあ、中小水力まあ大水力も含めてだと思うんですけど大水力も含めてまだまだそのポテンシャルはあるというふうに言われて おりま,すまあここについて、えー、ただその流量のデータがないとなかなか事業化できないんだよねとか、まあ、そういったあの声を多々お聞きしますので、まあ、流量データをこう公開するとかですね、まあ、そういったような取り組みをフィットとは別に別にですね 別枠でで進めているところでございますし、まあ、地熱についてはやはりその温泉の方々との共生ということがどこでも出てきてしまう課題なので、えー、そういったその、まあ、これは環境省さんと一緒にやってますけれどもそういったその地元との共生といったようなその協議会を作ってやるとかです、ね、そういったことをまた、このフィットと外でしっかりとサポートするといったことをやらせていただいているつもりではございます。ただまだまあのー 足りないところはあるのかもしれませんがそうやってあの電源ごとにです、ね、課題を抽出しながらフィットのみならずですねあの,他の制度で保管しながら進めていいいるというのが現状でございます外国との比較いつも出てきますけどねこの23ページ見たら分かるんで水力の比率が、まあ、ドイツとイギリスは低いですけど他のところ結構高いんですよね。 日本はこれを比較するんだったらもっと頑張ってやればできるんじゃないかなという気がしてるんだけどもどうもそういうふうになってないんで,でまあ今加藤さんとちょっとさっきの雑談してたんですけれども既存の水力発電でももともと離水離地水と利水があって治水の方が優先されてでダムの水が。 半分ぐらいいしか溜まってないと今気象の予想ができるようになったんで天気予報が独身の予報システムができてきたんで台風が来て水が水雨がいっぱい降るというか時は流してやればそれで常に満杯にしておいたらいくらでも発電量多くなるというようなの竹村太郎さんとか書いてありますそれから既存のダムの上に10メートルぐらい高くするということをやって水量を多くしたらまた 倍化するとそこと全然しないいいうのは書いてあってまあ全部が正しいわけじゃないですけどねやっぱり水力のところを相当忘れてるんじゃないかなといつも思ってますそれはあのフィットのところじゃなくてさっき山崎課長が言われたように中小水力じゃなくて大水力を含めてということになるかと思いますけど日本の地形で何かをことを考えたらそういうのがあるんじゃないかなと例えばスペインなんて暖かいから太陽光のが。 あるしまあ、砂漠もあるし水あの風力もあってというそれぞれの,その国によって特徴があるんだろうと思いますよ。日本の地形や風土から考えたら水力というのはもっともっとあっていいのにもダムは満杯だ川はもう利用し尽くしたんだというような考えがありすぎるような気がしますちょっと意見を言わせていただきました。 えっと、重化学工業通信社の間原と申します、どううもありがとご買い取り価格の,この,あの件で何ていうか受かえると思いますあのまず1点目、洋上風力なんですけれども、あの例えばあの今、えっと、これ36円になってますけど、茨城県で丸紅さんだとかこう撤退されたりということで、かなりそのこの金額、あの高い投資あの、かなり高価な金額を設定してもらっているという、あの評価されている方がいる一方で。 まだあのこの金額でも不安だとおっしゃる方があのからの意見をたびび聞くことがございまして、そのあたり新エネルギー庁あのあのエネ庁さんとしてはどう捉えていらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。あの海上風力につきましてはあのこれページで言うと十二ページのその価格のテーブルにありますように。 え陸上風力がまあ現在22円で今ご指摘のように洋上風力がまあ一番その1個飛ばし三36円という状況になってまして。来年度以降え陸上風力は コストダウンがが図られてきててきいいる現状がありますので1円ずつ下げていくとただ養生風力についてはこれからですので末置きと3年間末置きと、まあ、このように設定をさせていただいてますでこれについてはですね丸紅、まあ、さんの,あの撤退の個別事情について詳しく存じ上げませんが、えーまあ、我々この36円というもので今あの進めようとされている事業者さんのプロジェクトがしっかりとまあ 回る水準であもともと、えーまあ、先ほど来申し上げているように調達価格倒算定委員会の,その審議のあり方はこの法律に基づきましてそのしっかりとそのコストデータをの把握をしながら価格を決めていくということなんですがここについては余剰風力についてのコストデータがまだございませんございませんので、えー、この出てきた時にですね出てきた時に、まあ、もしかするとその 上げるという方向の議論もあるかもしれませんし、下げるという方向の議論もあるかもしれませんが、まずはこれでペイをする水準であると理解をしている。一方でコストデータが出てきたところでですね、えー、それが適切かどうかっていうのを再度検証すると、こういう仕組みになってございます。すみません。もうあの何点か伺えばと思います。あのあとバイオマスなんですけれど、あのにあの2万キロワット以上の21円案件になったことについてなんですけど、これもあの結構あの？ なんていうか事業者さんにあの聞いて回っているとあのかなり21円下げられたことでインパクトが相当大きいと <laughs> おっしゃるあの意見も伺ったものですから今後のバイオマス、えっと、水力だとか、えっと、風力とかあの、まあ、金額があの今後3年間は据とまあ長期的に据力というあの判断をされたものがある一方でこう今はその。

やるあの大型のバイオス発電所というのが足元で出始めておりましてでそのコストデータを見るとですね、えー、発電効率がやっぱりその大きいものについては高いというデータが出てございましてそれに基づいて計算をすると、えー、足元のデータに基づくと21円というふうになるということでありまして。 あのまあ先ほどから申し上げているようにもう足元の出てきたデータに基づいてこの価格を設定をまあ調査図鑑賞の展会で議論をしていただいて決定をしているとこういうことでございます。 廃棄物を使った、そのなんいうかまあ、要はその先ほどのマテリアルあの、マテリアル利用といいますか、木材を使ったときにその、そういった余り物から出て、それをエネルギーにあの最終的に活用されるっていうあの方法もあると思うんですけど、あのそのなんうの一方でそのあのこう、わざわざこう燃料があの外国から持ってきてあの発電するといいますか、木質の場合はペレットだとか、PKS の場合ですね、そういった事業が各地で行われるということって、あのご想像とか、なんかされていらしたんでしょうか。 バイオマスの,その発電の姿といいますか、どういったものを燃料として活用されて、あのいったものが普及されると、本来あのイメージされていたかというのをちょっと漠然とした気かなって恐縮なんですけど、その点にこれはまあその特にその何かこう、p、えー、k s とかがどれだけ入ってくるかとかいうことについて、えー、何かこうしこう、 予想外ただもうとにかくその今この価格テーブルにあるようにですね未利用剤をまず活用すると、まあ、そこをまあ軸にしながら軸にしながらそのバイオマス発電というものについてそのまさに再生可能エネルギー源として、えーまあ、その有効活用するということで未利用剤よりは低い価格で。 えー、設定をしたのが一般木質バイオマスでありまして、それが24円であったと、でまあ、その24円の中で、えー、各事業者さん、それにその見合うような形で,です、ねえー、国内外からその材料を持ってきて、えー、それでやっておられると、まあ、その以上でも以下でもないというふうに考えてございますはいありがとうございました、だいぶあの予定の時間を回りました。 あのシエネルギー課山崎課長はじめ関係の皆さん本当に長時間ありがとうございましたまたまあ松山課長を引き継がれてごふご,ご検討いただきたいと思いますそして今日はまああの長時間あのに。 映画を見てです、ね、映画の中でさまざま提案と課題も、そしてまたその映画をプロデュースをしてきた飯田哲成さんからも、あの具体的にも再度提案がありましたし、問題提起がありました、金子先生にもご発言いただきましたことを感謝を申し上げたいと思いますが、いずれにいたしましても、まあ、あの再生可能エネルギーをしっかりと取り入れていく上に、非常にもっともっと、 あの新エネルギー化に積極的に統括をしてほしいと、こういうところがあるんだと思います、そういう意味でまた、この国会エネルギー調査会でもいろいろと意見を寄せて意見を要させていただいたり、また議論をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は長時間ありがとうございま